それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はちょっと久しぶりに年長さんと一緒に、年長さんのお友達と一緒にお給食を食べる機会がありました。やっぱりなかなか年長さんのと一緒にお給食食べる機会がなくて、あれいつの間にかね、お箸が上手に使えてるとか、すごいあれいつの間にかっていう部分がすっごいたくさんあって、よく考えてみるともうあと少しでね小学校なんだなって思って、あそっかもう卒園しちゃうんだなと思って、ちょっとさっぴしき思い出したんですけど、すごい成長が見れてとても嬉しくなりました。またペンギンさんのお部屋ではもう本当に子供たち元気で、ケーキタイムやりたいとかこれやりたいって言って一緒に楽しく過ごすことができて、とても楽しい一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。